石川県立大正寺実業高等学校は、石川県加賀市、熊坂町にある県立高等学校。加賀市の中心部、大正寺地区にあり、JR 大正寺駅より、南西の小高い丘に、校舎は位置する。霊法白山を遥かに望み、石川県の県庁、犬はしを、中小化しその中に、大と身を構成する交渉から、 高い視野に立って自然界の厳しさの中を力強く生き抜く基本的生活習慣を確実に身につけた社会に求められる専門高校生の育成に向けて教職員、地域社会が一丸となって取り組んでいる。生徒の主な通学地域である加賀市での通称は実だか。他に大美生美という通称もある。1965年9月に 大正寺高等学校から商業科3学級が分離独立し、熊坂町の小高い丘の上に創設され、1968年に機械科に学級が併設され、その後、幾多の学科改編やクラス数の増減を経て、現在は機械システム科に学級、情報ビジネス科1学級を設置する2014年11月に、 創立1 0周年を迎えた石川県唯一の実業高等学校である。真理と正義を愛し、知性を磨き個性の慎重に努め、人間性豊かでたくましい産業人を育成する。ありがとうございます。